エスタディオモニュメンタルダビド・アレジャーノの VAR モニター審議中に使用されるロゴビデオアシスタントレイフェリーとは主審が下した判定をビデオ映像と通信用ヘッドセットを用いて確認するサッカーの試合審判員のことまたシステムの故障でもあるこれは試合結果に大きな影響を与える人的ミスを最小限に抑えるためのものである VAR システムは 最小限の干渉、最大限の利益という理念のもとに運用され、明確かつ明白なエラーや、重大なミス、出来事が修正される方法を提供することを目指している。テニスのチャレンジ制度や、野球のリクエスト制度などと違い、選手や監督からの意味も押したてで行われるものではない。VAR は試合を常にチェックしていて、口実のような助言すべきことがあった場合に主審に、 助言をする。しかし判定を決定するのは主審であり、VAR に決定権はない。VAR の介入を受け入れるかどうかも主審に決定権があり、自身の判定後に疑問が生じた場合は VAR に助言を求めることもできる。いくつかの大会での試験的な導入を経て、2018年より国際サッカー協議会が定めるサッカー競技規則記載の公式ルールとなり、 イファブの認可を受けた組織、スタジアム、審判員でのみ使用できる。2018FIFA ワールドカップで使用され、過去と比べて、ファウルなどが優位に減り、PK が増える、選手の抗議が減るなどの効果があった。本大会では、VAR の補助として、バーチャルオフサイドラインシステムという新技術も採用していた。日本では、準備や教育、 金銭面という懸念から導入には至っていなかったが、2019年1月には一部の試合で試験運用することが発表され、公式戦では2019年9月4日の J リーグカッププライムステージ準々決勝より導入。そして同年9月に公式発表で2020年に J1 リーグ戦にて VAR の導入が1年前倒しで導入されることが決まった。 2020年の J1 リーグの第1節で初めて運用が行われたが新型コロナウイルスの感染拡大の影響による中断後第2節から最終節までは運用を見合わせることになった。2020年11月17日に開催された J リーグ理事会で2021年シーズンからの再導入が決定。2021年からの対象試合は J1 リーグ全試合、スーパーカップ、J リーグカッププライムステージ全試合で、2022年からは、J1 参入プレイオフも対象試合となる。審査対象となるのは、以下の4つのカテゴリー。であり、なおかつ、確実かつ明白な誤審もしくは、重大な見逃しの疑いがある場合だけである。マンチェスターのエティハドスタジアムで行われた、FA カップの試合中の VAR 判定。 ビデオオペレーションルームに配置された VAR チームは、レビュー可能な4つのカテゴリーに該当するすべてのピッチ上の審判の判定を自動的にチェックする。このチェックで VAR がミスを指摘しなかった場合、その旨が主審に伝えられる。これは、サイレントチェックと呼ばれ、それ以上の対応は必要なく、通常は試合に遅れを生じさせることはない。一方、 VAR によるチェックではミスの可能性があるかどうかを VAR が確認する間試合が遅れることがある。主審はこのためにプレーの再開を遅らせることができ耳を刺してチェック中であることを示す。VAR が明らかな誤審の可能性を確認した場合、3つのシナリオが考えられる。一般的に判定が事実上の問題に関連している場合、 オファールなしで判定を覆すことができる。例えば、オフサイドの判定や、ファウルがペナルティエリアの内側か外側かは、レビューを行わなくても VAR が、主審に伝えることができる。そもそもファウルがあったかどうかや、ある違反行為に対して、レッドカードが正当化されるかどうかなど、主観的な判断が必要な場合には、一般的にオファールが推奨される。いずれの場合も、 最終的な判断は主審に委ねられており、主審は VAR のアドバイスを完全に無視することもできる。サイドラインモニターでプレーを確認するメジャーリーグサッカーの主審、オファールは VAR の勧告があって初めて実施される。これにより、主審は常にフィールド上で裁定を下すことになり、接戦の判定のたびにオファールに頼ることはない。オファールはボールが アウトオブプレイになったとき、または、主審がオファールを行うためにプレイを止めたときに行うことができる。主審は、ビデオスクリーンを示す、長方形の輪郭を作ることでオファールの合図をする。オファールは、フィールドオブプレイに隣接し、透明性を確保するために、公衆の目に触れる、指定された、レフェリーレビューエリアで行われる。スローモーションのリプレイは、 身体的な反則やハンドリングの接触点を確認するためにのみ使用され、フルスピードのリプレイは反則の強さやそもそもハンドボールが発生したかどうかを判断するために表示される。オファールの間、VAR は異なるカメラアングルからの複数のビデオリプレイを送信し、主審の判断を仰ぐ。オファールが終了すると、主審は再びテレビ信号を発した後、判断を示す。 ボールがアウトオブプレイになっていた場合は元の判定またはオンフィールドのものが変更された場合は新しい判定のいずれかで再開される。オファールを行うためにプレーが停止し判定が変更されなかった場合はドロップボールが発生する。VAR プロセスに関するいくつかの違反行為は競技規則に明記されている。TB 信号を過度に妨害したプレイヤーと チームオフィシャルは警告される。また、ラに入ったプレイヤーやチームサポートも注意される。そして、VOR に入ると、プレイヤーやチーム団は退場となる。サウジプレミアムリーグの試合で活躍する、ビデオアシスタントレフェリーアシスタントビデオアシスタント、レフェリーとは、ビデオ操作室で VAR を補佐するために、任命された現役、または元審判のことである。 バーの責任には VAR がチェックやレビューを行っている間、フィールド上のライブアクションを見守ること、レビュー可能なインシデントの記録を残すこと、レビューの結果を放送局に伝えることなどが含まれる。VAR システムには多くの専門用語や略語が使われています。以下はその例。サッカーの歴史では決定的な誤針も数多くあった。例えば、 マラドーナの神の手事件担当したアリビン・ナセル主審は未だにあの誤信を多くの人たちに言われ続けていると苦悩し続けている。さらに W 杯2010欧州予選プレイオフにてティエリアンリ選手の反動を見逃したマルティン・ハンソン主審はあの誤信は人生最大の過ちだ。時計の針をあの時に戻せるなら今すぐにでも戻したいと嘆いた。 ビデオ審判制度の具体的な動きは2010年代にオランダサッカー協会によって進められた。このシステムは2012-13シーズンのオランダ国内の試合において仮想的にテストされ、ビデオ審判の判断がどれだけの時間をかけるかの実証実験というべきものであり、得点、レッドカード、PK に限れば試合への影響は最小限に止められるとイファブを説得することができた。 2014年、KNVB は、EFAB にビデオ審判制度導入に向けたルール改正の単元書を提出した。EFAB は2016年の総会において、VAR の試験的な導入を決定した。VAR の試験的な運用は2016年8月より、北米三部のアセル、プロフェッショナルリーグで実施された。ビデオレビューは9月に開催されたイタリア代表と、 フランス代表との親善試合で代表戦で初めて用いられピッチサイドモニターは12月に開催された FIFA クラブワールドカップ2016で公式戦で初めて導入された。2017から18シーズンからはブンデスリーガとセリエ A で正式な運用が始まった。国際サッカー評議会は2018年3月3日年次総会で ビデオアシスタントレフェリー制度の正式導入を決定。2018FIFA ワールドカップは、ワールドカップとしては VAR を全試合、全会場で使用する初めてのケースとなった。全試合で、VAR1 人とバー3人が、モスクワのビデオオペレーションルームから、リプレイオペレーター4人のサポートの下で、ビデオ判定を行い、スタジアムに設置されるスーパースローモーションと、 ウルトラスローモーション8台を含む放送局33台のカメラのほか、VAR チームだけがアクセスできるオフサイド確認用のカメラも2台設置されると発表した。4月30日にはすでに発表されていたワールドカップ担当審判員に加え、VAR 専門審判員として VAR テストに参加しているオランダ、ドイツ、イタリア、ポーランド、カタール、ブラジルのほか。 コンメボルの大会でテストに加わっているボリビア、アルゼンチンから計13名のビデオマッチオフィシャルを発表した。また、この大会では VAR のレビューとオファールの際に実際に VAR がレビューしている映像が TV に流れ、オファールの際にはゴール、PK、レッドカードの何に対しての情報かも示され、スタジアムのスクリーンにも主審の判定後にレビュー映像と 文字情報が示されるなど、情報の公開とレビュープロセスの透明化が試みられた。大会前にドイツメディアを中心に、世界中から VAR 制度の経験を書く、審判団が集まるワールドカップでは、混乱が起きるのではと危惧されていた。しかし VAR が非常に迅速なチェックを行い、明確な誤審以外には介入しないという原則で運用されたことで、 大きな問題は起こらず、FIFA 審判委員会会長、ピエール・ルイジ・コッディーナは48試合で19回の介入があったグループステージ終了後に、重大なシーンでの判定精度は VAR によって95%から99.3%に上昇したと運用の成功を主張。ブラジル・コスタリカ戦でのネマールへのファールで、与えられた PK を取り消しに始まり、 ドイツ・韓国戦での試合終盤の韓国の先制ゴールがオフサイドと判定されたのをゴールに修正、さらにセネガル・ポーランド戦でのセネガルに与えられた PK を取り消し、グループステージの結果に大きな影響を与えた。FIFA 会長、ジャンニー・インファンティーノは7月13日の大会総括会見で VAR はフットボールを変えることなくフットボールをきれいにし、 主審が正しい判定をするのを助けている。ここまでの62試合でチェックは440回、レビューは19回で3.5試合に1回。すべてのチェックですでに95%が正しかったが、VAR 制度によってその正しさは99.32%まで上がっている。少なくとも VAR 制度があれば、フットボールにおいてオフサイドゴールは過去のものだと運用の成功を語った。 合計335回の事態がグループステージの間に VAR によってチェックされ、このうち14のケースにおいて判定が変更、または無効にされた。VAR の助言による判定修正第1号はグループステージのフランス VS オーストラリア戦での PK。主審は一度プレーを流したが、VAR のアドバイスによりフランスに PK を与えた。最後の適用例は、 決勝戦のクロアチアの守備時のハンドリングであり、フランスに PK が与えられ2から1とリードし、その後4から2でフランスが優勝した。VAR の導入は2018年ワールドカップを1986年以降のものとして一番クリーンなものとなり、初戦から11試合レッドカードが出ず、決勝トーナメントでも退場者が4選手のみと1978年以降一番少数となった。 全169ゴールのうち22ゴールが PK からでありこの劇的な PK の増加は今までなら罰せられていなかったものであり、それまでの記録である1998年ワールドカップの PK による17得点を更新した。国際フットボール評議会 EFAB のディレクターデビッド・エルリーはどの選手も VAR の存在を無視することはできないと発言した。 2017年 FIFA フフコンフェデレーションカップにおいての VAR の使用は批判もあり、明らかになることによる混乱と非難された。さらにサポーターの旗が VAR カメラを妨害してしまったり、VAR システムのソフトが故障して機能しなかったということもあった。FIFA フフは2018年のワールドカップでの VAR 導入を成功だったとしたが、それにもかかわらず、 VAR は批判された。ほとんどの判定が正しくともいくつかに問題があり、また問題ある判定を見逃したからだ。ガーディアン氏は、VAR は、オフサイドや、選手ご人のような客観的なことには、効果的だが、PK や非真史的行為のような主観的な要素がある。ものでは、効果的でなく、明快さのかけるものや一貫性が必要なものに、関しては、 弱点があると結論付けた。一貫性の問題では、ワールドカップにおいて似たような状況でも違う判定になったりと不透明さを明らかにした。グループステージのポルトガル VS イラン戦ではハンドでポルトガルに PK が与えられたのに、ナイジェリア VS アルゼンチンでのロホのハンドがナイジェリアの PK にならなかったりである。一方で似たような状況でも、 あらゆる状況はそれぞれルール上のテクニカルな面で異なっており、こうした批判は安易という反論もある。他の批判点としては、VAR の現実的な有効性であり、ナショナルポストスコット・スティンソンの意見は、VAR は他のビデオシステムのように人間のミスを訂正できず、審判の判断が必要なため、代わりに論争を生むだけだとしている。透明性の欠如は論点であり、 VAR によって何が検討されているかがチームには知るすべがないことである。実際には VAR システムを利用している最中や判定の後に主審が選手に説明することもあるが選手が VAR システムの最中に何を検討しているかを聞く権利は規定されておらず審判にも説明する義務はない。ルール上はチームには知るすべがなく判定を待つのみである。また音声のみで VAR との更新をしている最中に抗議することは妨害にもなる。グループステージ後の記者会見で FIFA 審判委員会委員長のピエール・ルイジ・コッリーナは VAR と主審との会話音声による決定プロセスを公開した。ラグビーやクリケットのように一般に向け公開できるかと聞かれた委員長はまだ早いかもしれないと回答した。他の批判は VAR はゲームを長くしてしまうのではないかという恐れだったが VAR の平均所要時間が80秒ということでこれには当たらなかった。インデペンデント市のジョナサンローはこの状況をクリケットでのデシジョンレビューシステムの導入と同じく起きた変化であると綴った。大会後に FIFA 副事務総長であるズボニ・ミール・ボバンは大会を振り返り フットボールとそのルールが幅広く議論になったのは素晴らしいことだが競技規則と VAR についての完全な理解があって初めてその議論に信頼性が生まれるとコメントしている。実際にすでにブンデスリーガで VAR 制度を1シーズン導入していたドイツでは多くのメディアがワールドカップ2018での VAR システムの円滑な運用を高く評価しドイツも見習うべきとの論調だった。 2018年3月3日の EFAB 年次総会によって可決された VAR ハンドブック競技規則による。ありがとうございます。